サマーズチャンネル、はい、ね、はい、今日ねサーファーコカドがいやいや、あの、あ、やらせてもらってます。焼けて、そう、呼んでくれないんで仕方ないから、いやいや、サーフィンの方に呼んでるよ。本当ですか？忙しいね、コカド。結構空きましたよ、1ヶ月以上空いて。あ、本当？この間の事務所行ったら、うん、金の国の桃沢がいて、うんうんうん、あの深川さんの一言ネタ当てるやつ、うん、あの、あれコカドさんの代わりにやらせてもらいましたって言ってました。俺そんなんじゃないし、だから暇じゃないんじゃない、決まってないしみたいな。はい、だから飯の時はね絶対来るから。はい、飯専門家だから。その飯食べに来てるわけじゃないですよ別に。仕事の感じで。いや、コカドの飯のジャッジがやっぱ評判がいいんだよ。そうそうそう、本当ですか？うん、だから今日もそれで、ね、飯でしょうね。あ、めちゃめちゃお腹空いてるんで今日。マジで？本当？はい、じゃあちょうどいいね。ちょうどいいよ。じゃあ頑張って。はい、ただあの、じゃあ、はい、いいですか？ごめんなさい、変なとこで喋ってもらった。ほんなんでタイミングを、久しぶりやから変なとこで喋ってもらった。出すとこで喋んなよ。ごめんなさい、出していいの？はい、いいよいいよ。ごめんなさい。じゃあ無印良品ご飯にかけるシリーズ食べ比べ。あれ、無印カレーのイメージですよね。有名なんカレー、めちゃめちゃ種類あって、この間もロケで行かせてもらって、何個か食べましたけど。カレー、じゃあ今日カレー以外ってこと？今回レトルトの商品の中でご飯にかけるシリーズ、うん、俺ね、食ったことないね。俺もああいうのなんかうまそうなイメージないじゃん。牛丼とか昔からあるじゃん。 ありますね、うん、中華丼とか、はい、あ、瓶詰めじゃないやつ、あの、こ、切るやつ、袋の、はいはいはい、これ分かんない、どういうシステム。僕もその無印で買うならカレーなんで、うん、それ以外は食べたことないです。無印、俺無印はね、 T シャツT シャツ買ってんすか？無印の真っ白 の、 真っ白のやつ。あとカーテン、いい、ね、カーテンと布団の。あ、僕もカーテン買いました、無印で。昔若い頃。今だからご飯にかけるシリーズを買ったことない。いや、でもね、ありました、ありました。この間ロケ行ったら、あのカレーのコーナーの下の段にありましたね。じゃあちょっとね、そのカレー以外を比べてみよう。人気の上位、人気上位6。じゃあこれ以上にいっぱいあるってことだ。俺ガパオとかあったらね。ああ、ガパオなんかありましたね。そういうのあったら嬉しいけどね、うん、牛丼とかなのかな。じゃあ行ってみよう。一つ目何ですか？八宝菜。八宝菜ってことは何？中華丼みたいなこと？八宝菜を俺も人生でそんな食ったことない。八宝菜をご飯に乗せるイメージがないんだよ。具材的にはうずらや豚肉、たけのこなどの具材を生姜で香りの効いたスープで煮込んだ人気商品とのことです。人気。普通の中華料理屋さんにある八宝菜って今あんま聞かなくない？あんま聞かないね。いや、どうあるんじゃないですか。完全中華丼だな。あ、うまそうだよ。知ってる味だろうね。ありがとうございます。うずらが、これ麺にかけたらあれになるよね。なんかそういう麺あるよ、片焼きそばみたいな。いただきます。うずら多分2個しか入ってなかったから。あ、うずらないのね。サマーズさん2人にうずらがメインだ。うずらテンション上がるよな。うずらしかいうずらしかいらないもん。そんな僕もそこまでめちゃめちゃ好きなわけじゃないけど、見た目でめっちゃいいなっていう。だから1個の袋を分けたんでしょ。2個入ってるで、2個1袋に2個入ってるから、まあ仕方ない、それはもう仕方ないですけど、なんかうずらでなんかパワーが違うな。年上だから。芸歴でしょ、どっちか言ったら年上。うずらだけ、俺うずらから行くやん。乗せてんねん、もう。うずらから行くよ。いやいや、ほんじゃもう行けないじゃないですか1回。だから新さん変わってくるね。うずら食ってないから、あいつの場合は。うん、あ、うまいね。うん、味が濃くて。あ、濃いですか。うん、思ったより味がしっかりついてる。うまいわ。うん、なるほどね。わー、うまっ。クラゲ入ってねえかな。ほんまや、しっかりしてますね、味。うん、うん、いや、ほんまご飯と食べるようですね。そうだね、そうだね。ヤングコーンもめっちゃシャキシャキ。ヤングコーンなかったじゃん、これ。代わりだ、うずらの、うん、僕だからヤングコーン。うずらの次はヤングコーン。俺も今ヤングコーンいいですよね。俺は入ってた。お前ダブル。ダブル。ダブル。俺のダブル。だいぶ甘やかされてますね。なあ、お前同い年じゃねえか。すげえ前でも、うん。いざ食ったら。だから家に置いておいたらピンチの時助かるね。そうね。そうですね。うまっ。うまい。うん。なるほど、はい。わ、うん、かりました。じゃあこれが基本ね、うん、暫定ね。最高です。じゃあ続いて、うん、
あ、出た。あ、ガパオ。ガパオ出ましたね。ガパオあんじゃん、はい。あ、卵は入ってないんだよね。自分で作る。目玉焼きをやってくださいね。あ、ガパオ大好き。うん、俺も。コカドには乗ってないんだろうな。何がですか、ガパオ。目玉焼き。あ、目玉焼きね。目玉焼き誰のにも乗ってないでしょ、だって。誰のにも乗ってないよな。だってこっちで調理のやつないでしょ。下手したらガパオも乗ってないんじゃない。いや、白飯やんじゃん。そんなわけないでしょ。あれ、あ、乗せてくれてるやん。え、これやっぱ自分たちで今回はパッケージに合わせて同じように作ってあります。すごい、俺と大竹とさ、コカドの卵の質感が違う。色が違う。ちょっとこれだからそれだけ黄色いの、生っぽい。生っぽいですね。生卵みたいな、はい。だから3つこれ出来上がったから、ちゃんとできてんのをお二人に。めっちゃうまそうこれ。ああ、うん、最初ガパオで、うん、タイだ。うわ、タイ、なんかタイ臭が強いね。いや、結構かなりタイを再現してる。本格的ですね、うん、いや、美味しいですよ。でもなんか香辛料、うん、なんかすごい、すごいよな、すごいのなんか入ってますね、うん、そんなタイを出さなくてもいいんだけどね。あれ、パクチー、ガパオ、パクチーは入ってない。パクチーの香りがしないか。なるほどね。これはまた、うわ、難しいな。家では味わえないやつだな。あの、作れない。この匂いな。これ、卵あるとないとでだいぶ変わるんだけど。だいぶ違う。だから割と一手間、家でちょっと加える。ね、家に卵ねえなっていう時は。ない時もありますもんね。うん、はい。じゃあ、答えは一緒っぽいね。わかんないよ。いや、美味しかったですからね。美味しい。はい、ガパオ。じゃあ行こう。はい。うん、はい、せーの。ね、はい、やっぱりそうか、まあ、手軽さっていうのはでかいんじゃない。そうですね、うん、これ袋温めてこれだけやるっていう、うん、これはちょっと卵って一手間、ね、そうね、うん、卵絶対欲しいもんね。欲しいですね。欲しい、うん、欲しい。ガパオのハードルが高かったかもしれない俺の。確かにタイで本場を食いすぎてるっていうのがあるね。食いすぎてるから我々、はい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 、まあ、八宝菜美味しかったんだよな。八宝菜美味しかった、うん、だいぶ、はい、だいぶ美味しかった、うん、さあ続いて冷汁、あ、宮崎冷たいの。あ、すごい。これ冷汁自体がそんなでもないっていう人はやばいね。これ冷汁でもどう、俺好きなんですよ意外と。あんま食べないですけど。俺もあんま食べないから。あれご飯にかけて食べるんだよね。これをどうやって作るんですか。かけるだけってことですか。チンしなくて、チンしなくていい。冷やしておきます。豆腐とかきゅうりとかそういうものは、自分で調理して入れていただくという形です。だ、汁だけが入ってる。だしが入ってます。うんうんうん、じゃあ八宝菜に勝てないかもしれないな。分かんないです。それを超えるうまさが出たら。確かにね。まあまあね。元を知らんからな僕。そんなにね。あ、でもこんな感じか。豆腐とかきゅうりみょうがは自分でね。じゃあ結構調理だね。でもうまそう。俺これ好きだな、このセットが。ありがとうございます。俺もでもこれたまらない、ね、今このみょうがとしそと、うん、なんか物足んねえな、なんかな。ハードル上げすぎちゃったから。お前がうまいうまい言うからお前ちょっとなんか物足んなくなっちゃったよ。いや、まあ、でも夏に夏の味したよな。うまい、いや、うまいよ。だしの味がうまい、うん、この魚だしだった。アジのほぐし身で出汁を取ってるそうで、うん、味感すごいもんね。味感ありますね。大竹さんハードル上げすぎなのよ。冷や汁に対して。どこの冷や汁食って感動したの。忘れちゃったけど。俺よりも回数食ってんの。いや、でも2回ぐらい。へー、そんな食べないですよね、うん、チャンスないもん、行かないとね。うん、うん、じゃあいいですか。はい、これ冷や汁が挑戦者ね、うん、せーの。強いね。八宝菜強い。ほんまに見てる人全員分かったと思いますよ、うん、分かったよね。これいらなかったよ、うん、これ2試合とも分かっちゃった。ガパもバレたし、ね、ドキドキしなかった、うん、だって大竹さんの反応が明らかにおかしいんだよ。神髄を見たら、うん、な、本物はこうなのかとかね。
うん、あ、いただいたところが美味しかったんだろうね。ひら汁が魚を入れないひら汁だったの。ひら汁。ひら汁。だしをだから昆布とか、うん、八宝菜強いかもしれないですね、うん、これは。ここから何か加えるが全部あったら勝っちゃうね。手軽さが大事ですもんね、こういうの。そうそう、かけるだけっていうのは俺しかいない日とかが、うん、いやそうですよね、あるから、うん、奥さんだったらね分かんないけど、はい、うん、こういうの手間暇好きだからね。手間暇増えていってますからね。卵1個がこれなんかだいぶ手間暇ないんだよこれ本来。ちょっとそうですね、ね、うん、次が楽しみです。うん、ユッケジャン、あら、お、これも韓国、これまんま何にも足さなかったらすごいぜ。そう、足さなかったらすごいね。ユッケジャンクッパってことですね。足さない、ユッケジャンクッパ足さないって。足さない、もうまんま袋のまんま。このまま食べたらユッケジャンスープだよね。じゃんかけてクッパ。これは辛さどんな感じなんでしょうね。好き、ユッケジャン。あのね、マイルドな辛さのやつめっちゃ好きなんですよ。あんま辛すぎるのダメだよ。一定から行ったらもう食べれなくなる。甘党だもんな。はい、甘党なんで。ユッケジャンスープは頼むけどさ、ユッケジャンクッパって行かなくない？行かない。スープですね、確かに。だからもう肉で結構腹いっぱいになってるから。うん、だったらね、冷麺行っちゃうとか、はいはいはい、そう、あんじゃん。そうかもしれない。牛丼みたいな、牛丼みたいな、中学の牛丼みたいな、うん、だから下の部分を食う。うん、うまい。うわ、ちょうどいい辛さ。辛いし、うん、ねえ、でも辛すぎないですね。辛すぎない、辛すぎない、甘みもある。来たか、これ来たか、うん、うまうまい。これ本当かける用として売ってるの、それともスープとして売ってるの、どっち。かける用です。かける用で、なんか味がうまいっすね、この、うん、やばいぞこれ。甘みと辛みちょうどいい。うん、決まった、決まったね、決まった。うん、じゃあ挑戦者がユッケじゃんね。はい、いきますよ。はい、はい、せーの、おお、暫定、暫定2票。あ、でも大丈夫、大丈夫だね、うん、いや、この結構検討したなっていう気がしたの。わ、はい、はい、かるわかる、あの想像以上に、うん、なんだろう、もう焼肉屋さんに来たみたいなぐらいの、うん、だから俺普段中華丼そんな食うかなって思った時に、うん、こっちであげてみようってちょっと。なるほど、うん、味はめちゃめちゃ美味しかったんですけど、具材対決で圧勝なんですよ、八宝菜が。なるほどね、あの八宝がすごい、八宝がほんますごいレベル。しかもうずら食ってないからね。うずら食ってない、僕でさえもそう思わせる八宝菜の具材の。いやー、袋がでけえもんな、八宝菜だけ、はい、確かにこれ具材がそうそう、うん、しょぼいか、しょぼいっつっちゃったんだけど、おまけみてえな。なんかそうなんですよ、具材がね。だから自分でもやしとか増やしたくなってしまう豆もやし、ね、はい、そうですね、まあ、言うてみたら、うん、もうだから中華丼の勝ちですよ。もう言われたら八宝菜、八宝菜、言われたら分かる、うんうん、まあまあ、じゃあ、うん、いや美味しかったです、検討しましたよ、はい、うん、逆転あるかな、ねえな、もうねえよ。ないっすね、あのお腹空いてる時食ってるしね。そうですね、八宝菜ね。じゃあ続いて、うん、ルーローハン。ルーローハン。ルーローハンか。これも好き嫌いあるぞ。ちょっとあの八角でしたっけ。そう、ね、その再現度がきつすぎると、うん、マイナスになる可能性あるよね。そうなんですよ、美味しいとこめちゃめちゃ美味しいけど、俺もルーローハンあんま好きじゃないね。八角でしょ。じゃあ日本人好みに作ってたらすごいんじゃない。そうね、日本風だったらいいけど、台湾も何度も行ってるけど、はい、やっぱ行かないもんね、ルーローハン。俺なんか初めて食うかもしれないからね、ルーローハン。食ってるよ、お前もルーローハン。あの、匂いがな。匂いがどこまで。そんなにすごいの。いや、わかんない、これはね。もあんまダメなんで、うん。あんまダメな人が2人入ってくるから。でも台湾のさ、で、わざわざこの地元飯みたいに食ったっけ。食ってます。昼にとか、チンゲンサイ、嗅いでみ、もう台湾行ったら匂いするから。あー、このね、甘い、なんていうのかな、タケノコと、この、うん、これ独特な匂いね。牛肉かい、これは。肉は豚ひきです。豚ひき、
まい。同じだ。うん。ルーローハン。うん。え、でもまあまあ日本人が食える味だよね。うんうん、そうね。あ、うまい。うん。うん。あ、でもこれ癖がやっぱすごい。ルーローハン好きな人はたまんねえね。たまんないですよね。味付けの再現度はすごいですね。いや、すごい。うん。美味しいんだと思う。お肉も美味しい。いや、美味しい。あれ、来たんじゃないの、はい、来たのかな、来ないのかな食が進んでますねあー、美味しいだからいまいちだなって思ってたからじゃないあー、それ、うん、そうかもしれない。逆にハードルがこうね、ハードルが僕思い出してみろ、八宝菜のこと思い出してみろ。なんでそんな、なお前も八宝菜優勝させな、なんなんですか、入ってんの、なんかそういう、いや、入ってないね、違う違う、これは分かる、ルーローハン、もうまさにルーローハン、はい、はい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 、決まった、はい、うん、はい、いきますよ、はい、せーの、ほらな、もちろんそうです、うん、もちろんそうですじゃあ、店で食べるやつより八角がちょっと抑えめ、うん、そうね、なので、うん、僕は思ったよりだから、はい、抵抗なく食えたよな、はい、どうでしたか、うん、食べてみて、その初めてに近いルーローハン、本場の台湾で一回食ってみたいなって思った これを知った上でど本場のが臭いのか、ああなるほどね、うん、もっとパンチありますよね、もっと強いよ ね、うん、奥さんが選んだらまた全然違うのかもしれない、うん、あ、そうですね、女性が選んだら違うでしょうね、違うんだと思う、ね、本当にあのエスニックというか、うん、好きじゃん東南アジア系で、ね、確かになるほど、やっぱりこの勝たないか最後どうなるか、ね、最後ですね、え、今結果やった、これやりました、え、やった、そうです、やりました、どうしたんだ、大丈夫か、怖、やってないだろ、何の話だ、え、あれやったっけ、何出した、何出した、どっち出したの、え、俺、あ、八宝菜、全員出したんだ、全員やりましたよ、もうやばいよ、この短期間で忘れたんすか、怖いです、やってねえのになんで次行っちゃうのかなって思っちゃったの、やったよ、やったやったから言ってんの、アフタートークで嘘でしょ、このもう5回ぐらいやったからわけわからへんなってんねや、ええやべえな、今日1本目なのに、もうやばいですね、もう、うん、麻婆豆腐、おお、あ、これは結構いい勝負になるよ、なんか王道が戻ってきましたよ、うん、ここで麻婆丼ですね、豆腐は好みで自分で入れるのかな、もう入ってます、あ、え、入って、じゃあ何も手を加えないでいい、はい、入れれるんやったら冷や汁どうした入れれる、俺も豆腐って入れられないのかと思ってたら入れられるのあ、そうですか、僕この無印の辛さがなんかちょうどいいんですよ、うんうん、今のこの傾向を見るとユッケジャンとか、はい、いける可能性ある、いける可能性あります、うん、あ、いい色してますね、あ、麻婆丼って食わないでしょあんまり、麻婆豆腐、豆腐が食べる、あ、はい、単品で、うん、はい、でも家で例えば出てきた時にやっぱちょっとご飯にかけちゃう、あ、そうですね、よ、だから一品増やすみたいな感じじゃない、うん、奥さんからしたら、うわ、なるほど、お店みてえじゃん、うわ、うん、本格的な方や、本格的な麻婆、山椒のね、聞いた、四川風って言うんでしたっけ、うん、本格的な方だ、あの中華街で食うやつ、うん、そうですね、すごい、うわ、すごいですねこれ、うん、これはだから、辛いね、かけなくてもいいし、普通におかずとして、そうね、クオリティが高いね、すごい、山椒すごいね、はい、うんうん、もう一回八宝菜食ってみたらいいぐらいだよな、でもダメなんですね、比べちゃう、あの残った味で勝負じゃないね、うん、決まった、本格、はい、うん、さあじゃあいきますよ、うん、せーの、おっ、暫定ですね、だと思ったんでだと思ったんで一票入れてみたって、うん、俺が思った麻婆より全然よくできてたんで、うん、確かに本格っぽいよね、うん、本格的ですね、うん、これを家で食べれると思わなかった、確かに、うんうんうん、これは一品増やすっていう意味では買う可能性ありますよ、なるほど、ご飯にかけるとかじゃなくて、聞かないといけないけど聞かないとね、 OK 入れる、買うとか言う、うん、やっぱ八宝菜が強かったかな、うん、なんなんだ、普段食わねえくせになんだろうな、うずらが2個入ってたからかな、
うずらがやっぱり2個入ってんだ、すごい。うずら入ってたらどうなってたんですか僕。いや、やばかった、やばかったよ、うん、悩みがなかったよな、ねえ、うん、2位はちなみに、うん、2位はね、ないね。2位は俺ユッケちゃんだな。2位はない。2位ない、もうダントツ、うん、でさ偏りすぎだって、ね、あの八方斎以外のこの5品は、うんうん、結構本物を送ってきてるんだよ多分。あ、全部本場で、はいはいはい、本場で、はい、で日本でも、はい、うん、そこどの戦いにもなっちゃうんだよね。ちょっとめっちゃ強いですね本場は。そうなんだよ何求めてんだここに行って。そう誰もいない、誰もいない一人の部屋で、うん、あ、じゃあこれ食おうとかっていう考え方よ。そうね、うん、そうすると2位はユッケジャン。ユッケジャンですかね。味すごい美味しかったですね、うん、ユッケジャン。そんなにコンビニ なんかであのナムルのあのセットあんね、うん、あれ買ってきちゃうかもしれない。あ、そうですね、ね、加えちゃうそう、うん、なんかちょっと野菜かなんかのシャキシャキ感とか、ひと手間ちょっとなんかね、食感が欲しかったんですよね、うん、すげえこれに求めてるからね全員レトルトへのハードルが高いの美味しいイメージがなかったからこの袋に対して。あ、そうだから、それに対してはびっくりしました。確かにそうだね、あ、こんな進化したんだなっていう、うんうん、でやっぱカレーはそれを超えてるんだろうね。ああ、そうですね、もう袋でクリアしてんだろうね、はい、これカレー食ってみたいね。そんな評判、そうなると俺も食ってみたいわ。無印のですか、うんうん、カレーでやりますか、ね、うん、カレーの違いとか分かんのかな。なんならあのバターチキンだけで2種類やったりしますから。あ、インドのとかすごいですよほんま。種類聞いたことないカレーとかもあります。そいつら対中華丼やったら負けちゃうからね中華丼。いや、残しててほしい、ね、中華丼一回カレー対八方斎がどんぐらい戦えるのか1個あるね次回 ね。八方斎残しの、うん、残し比較ね、比較難しいな。まず八方斎食べてみよう。まず八方斎食べる。その後カレーでしょ。カレー行かないと。だから最後に八方斎出てきてもいいよ。いやいや、カレーの後八方斎酔わないっすか。なんかもうカレーの口の後ね。まあまあそれもね、はい、シリーズで。じゃあここからまた。ありがとうございました。愛した。おい、チャンス。アタック、アタック。四はある？あります。あるの？見えちゃうからな、このメモがバカみたいなやつ。サマーズチャンネル。